失速警報装置また失速防止装置とは航空機の安全装置の一つ。航空機が失速速度に近づくとパイロットに警告する装置。失速警告として一般的な装置が操縦桿を振動させるスティックシェーカーである。これは機体の失速直前に操縦桿が素早く小刻みに音を立てながら振動する機能である CL-215 の ストールストリップスティックシェーカーの中で最も単純な機構は主翼仮面にストールストリップと呼ばれる突起を設置することである。これは向かい角が一定値を超えるとストールストリップに衝突した気流が主翼仮面から剥離りし昇降台当たることで直接昇降台を振動させ操縦管を前後に振動させる。突起を設置するだけで電子装置などは不要で、 検査も突起が破損していないかを確認するだけで済む、ため低コストである。また電子装置が介在しないため突起が壊れない、限り確実に動作する。一方で突起を設置するため空気抵抗が増え燃費が悪化するため、旅客機など採算を優先する機種では導入しにくい。また氷結時など、失速速度が変化する状態にも対応できない。 後述の電子式が登場した現代でも小型機で利用されている。現代では胴体側面あるいは翼部に設けられた AOA センサとその AOA センサを飛行機の速度等と合わせ計算するコンピュータを用いる電子式が多い。コンピュータが AOA センサやあらゆる飛行システムからのデータを統合し、そのデータが失速直前の状態と感知したときに、 操縦管を振動させる。多くは同時に音声やランプでも警告する。意図的にバランスを崩したフライホイールが接続された電動モーターが接続されている。作動すると強力に操縦管を振動させる。操縦管の振動は失速時に生じる飛行機の気流の乱れによって生じる振動の振動数や振幅に似せている。操縦管の振動は操縦士が もし失速警告音やランプに気がつかなかった時に失速を知らせるための二次手段としての機能でもある大きな機体の飛行機では失速時に昇降なコントロールを自動的に前方に押し出すスティックプッシャーシステムを含めた失速防止装置が採用されているこれにより迎え角を減らして失速を防げるようになっている電子制御であるためスティックプッシャーなど他の アビオニクスとの連動が可能で、強い横風や氷結時など気象条件に合わせた値を切り替えたり、テストモードにより地上で動作確認もできる。一方で、装置の導入、メンテナンスのコストがかかる。また各センサや制御装置などの電気系統は故障の確認が難しく、プログラムのエラーにより動作が停止する危険もある。他にも、 コルガンエア3407便墜落事故のように、パイロットがモードの切り替えを間違えたことが原因の一つとされているなど、機能が増えることで、パイロットに負担を強いることにもなる。ありがとうございます。